とあそこムーングルーブの左のワープで一気に行けるはず。廃墟となったムーンブルクはね、別になかったはずだからスルーして、こっちだこっちだ、ここだね。とりあえずこれで水の羽衣の道具、雨露の糸かなが手に入るはずなんだけど。ここじゃない。プラス財宝のイベントの続きだな。どう？ここだったっけ？あ、ここだここだ。北の3階、トヘロス使うと便利。結構短いよね、ここが。1階、あっ敵出るか。マンドリル、意外に体力高め。はい、2階、3階、ここか。これきついって。もらった情報から予測はできるけど、ちょっときついな。で船町、ちょっと MP 減ってるしね、とこはーい。でセーブして、12355、惜しい。で財宝を見つけないとね。占い師いなかったっけ？占い師いたのここじゃなかったか。なんか北を目指せって言ってたんだけど。できないね。話しかけて。どこだったっけな。占い師が言ったのは別にこいつはどの辺でとか言ってくれないから、今証は3つ？ラダドームのあそこから下は多分入れないんだろうけど、まだ行ってない場所だし行ってみるか。あとは、どこだろうな。ラダドームの下行ってみようか。トエロスは海には効くね。ここはあれか。ん？この塔、ああ、この塔は行ったか。灯台か。スモーク、お前一匹なら何も怖くことなんてないんだ。灯台だよね。終わらせたな。でここから下がなんか行けそうだっていう。お、通れるじゃん。なんか行くぜ。どこに繋がっているんだい？スモーク、スモーク、スネーク、スモーク。トエロスはしていく方向でね。強い。こっちか？行く道。強いってか、あごい。パピュラス。プテラジョなんだよね。まあ行ってみようか。どこだよここ。妖術師は弱いよね。いや弱くね、強い。作ると守備力を上げてきた。重量しか増えてないけど大丈夫？一旦無駄だったんじゃないですよね。でも敵が強いってことはこっちでいいのかな。トヘロスはいいか。おお、ヒバ番号。あ、倒せるね。よしよし。いけ、雷電っぽいやつ。そもそも2はライデンになかった気がする。あれなんもねえ。ガスト。よし、いいダメージ。で、俺が安全にホークマン。あ、ホークマンか。じゃあまた倒すだけだ。ガーゴイルかと思ったらホークマンだった。あれなんもねえぞ。あったーですね。結構メタスラ強いんだよ。会心会心。同じやつ殴れ、同じやつ。どないやねんほんまお前ら何しに出てきたんや。出てきたんじゃなくて勝ち合っただけか。ールドーフはお金が美味しいんで、意外にメタスラ強いんですよ。まだ1回も倒せてないんで、1から。最近はメタル切りとかさ、魔人切りとかすげえ倒しやすい特技が多いけど、もうこの頃はほぼ会心の一撃に期待するしかない。あー、トヘロスかけとこう。もうさすがにスモークはあとはここぐらいか。お、新しい場所か。妖術師は強い。あっと、この塔か。首狩り族も強い。とりあえずタオトロキは倒しておいてね。ルカナンされた状態で攻撃されると大変なダメージになる。ななななな 1,6,3 ヒットポイント6。お、おいしい。いやー、でも魔法をそろそろ覚えてくれませんかね。7、そうそう、ランド超えてんじゃない。ヒットポイント68、69。ほら、レベル14だもんね。あれ、お船で来ないとダメなのかな、ここ。橋がない。それでも橋を架けれるのかい。行き止まりだ。首狩り族倒して、こうかな。使える道具の便利さ。別にね、倒すだけ怖いことはないんだけど、やっぱり3体同時に倒せるっていうのがね、ルカナされるとしんどいし。次はこの塔かな。まあそれにして、どっから？左上が一応いけそうな感じだ。めっちゃ痛い。2発で瀕死、下手したら死ぬっていう。左上から船で回ってくるのかな。ここはトヘロスしておけば。ん、もっと左か？もっと左か？てかこっちからじゃないね、どう見ても。左下の町から北行く、あの上入っていかなきゃダメか。一回ルーラーで帰ろう。ここだよね。とりあえずまあまた宿屋で寝てセーブしてからだ。あ、お金足りたか。力の盾買ってから行きたいな。食らうダメージ減らすとだいぶ楽になるからな。はーい。まあまあしょうがねえ。でもどうしよう。左下の町に行くにはこっちだな。あー、でもな、船だったら別に敵出にくいからな。まあ、いっか。ここから行きますかね。ここの人どこ行っちゃったんだろうね。もう一個奥だっけ？もう一個奥だな。うん、ここから徒歩で下ろう。で、そこセーブポイントにしてルーラしてから北上。痛い。不意打ちはやめてさ、しかも毒った。また寝なきゃいけねえじゃねえ。船旅の方が安全だったかな。清水いらねえや、使おう使おう。毒ってるって、だからあと清水何の効果もねえよ。清水かっこ笑いじゃねえか。キアリー7の上入んな。もうね、イカズチの杖使った方がね、バゲ使うより強いからね、あんま MP の消費がないなと思って。これはちょっと人命中かな。さっきメンジをさ一発で倒してるから真っ二つにしてんのかな。配信の刺激はメタスラにお願いします。これ力の盾変えるだろう。どいてー、そこどいてー。4000ゴールド。とりあえず全額一旦引き出してと。よし、他はもう何もいらんな。持ち物がいっぱいだぞ。なんでそんないっぱいなんだい。薬草、清水、のりの指輪。清水いらない。やったぜ。で、今持ってたのは川の盾、もしかして。お、よかった、ちょうど4000ゴールド超えたから。よし、これで死んでも安心と。宿屋に泊まれるお金がなくなってしまったので一回戦闘しておこう。プラス船をここに呼びたいからルーラでここに戻ってこないと。おー、いっぱい来たな。いつになったら次の範囲攻撃を覚えてくれるんだ。これで宿屋で寝る金は貯まったろ。言うほど減ってないんだけどね。まあ今から本格的な旅に出るから少しでも MP は多く持っておきたい。ほらー、なんかそんな気したわ。もうルーラの判定どうなってんだよ。まあしゃあない。大回り、トラマナしたらほとんどできてないし、大回りしていこう。背後に入った街じゃねえのかよ。ほら船に乗りながらのかな。乗るよ。